ボートレース平和島4日間の短期戦で行われてきました第16回府中市長杯、いよいよファイナル優勝戦が始まりました。作戦待機行動ですが、ここは定番順となっていきそう。現在は6艇がターンマーク付近固まっています。対戦メンバーは1号艇金田聡、2号艇山川美幸、3号艇大町俊勝、4号艇永田修司、5号艇おつやし、6号艇岩崎正也、以上の対戦です。インコースは人気断然です。1号艇の金田聡、予選最多の4勝マーク、前回3月の雪辱戦、そして今年5回目の優勝へ向ける一戦です。2コースには2号艇山川美幸、初日連勝スタートから好レースを展開してきました。センター3コースには3号艇の大町俊勝、ダービー優勝モーター58号機を手にオール3連単の活躍。引いて角1、4コースへは4号艇永田修司、地元の永田、休み明けながら地元戦優出としてきました。平和島初優勝を狙います。5コースも地元勢です。5号艇のおつやし、予選ラスト昨日渾身の勝利でファイナル進出を決めました。サイアウト6コースは6号艇の岩崎正也、前回の優勝はここ平和島でした。再びの優勝あるでしょうか。優勝戦第12レースは下り3対3、風は追い風、進入地から1番2番3番4番5番6番でスタートしました。1、2コースがコースターとなりました。4コースからは4号艇の永田、一周1マークへ向かっていきますが、さあ速攻決まるか。1号艇の金田、外は4号艇永田、内からは2番6番と相次いで旋回しますが、バックスレッジへ立ち上がって、陰線から1号艇の金田、わずかなリードを取ってきました。スリットはでは2停身前出ました。スタートは前提正常です。2番手ですが、内から2号艇山川、外は4号艇の永田、間から6号艇の岩崎。1周2マークの旋回は1号艇の金田が先頭、2番手は4号艇永田が進出。1番4番の体型で3番手は内を通って6号艇の岩崎、146の上位体型でこれから2周目入っていきます。先頭は1号艇の金田聡、リードは4停身から5停身と広がって2周目1マークを旋回していきます。2番手追走は4号艇の永田修司、3番手は6号艇の岩崎が優位に運んで、ここで3、4番手の定冠も開いていきました。後方は定冠切れて2号艇山川が4番手、後ろは3号艇の大町、5号艇のおつが追走しています。先頭から1番、4番、6番の体型で2マークの旋回を迎えます。1号艇の金田が先頭、リードはさらに広がっていきます。2番手は4号艇の永田、3番手6号艇の岩崎、上位の体勢1番、4番、6番で大時計前から優勝戦はあと 600m、 残り1周となりました。先頭は完全に独走です。1号艇の金田聡、最終周回第1ターンマークを旋回、ここは陰線からの勝利ということになります。2番手は4号艇の永田、3番手6号艇の岩崎、上位は1番4番6番で残り半周へと向かっていきます。先頭1号艇の金田聡、今年は8月の戸田に続き5回目の優勝が見えてきました。平和島は4回目、通算では30回目の優勝へ向かって最後のコーナーを回っていきます。4号艇永田2番手、6号艇の岩崎が3番手、優勝戦第12レース、体勢は1番4番6番でゴールへ向かいます。先頭は1番の金田、今年5回目の優勝、ゴールイン。2着は4番永田、3着は6番岩崎、後ろは2番山川、3番大町、5番の大津、ゴールインです。